まだえまだ急に開くのかな。え本日終了って大丈夫なのこれ。やっぱりオープン初日に来るのが大事だからやっぱり八木さん。よく分かりましたね、ここ。シュガーさんの。さすが。で、え、明日オープンって19時間前に上げてて、明日オープンって今日かみたいな。お待たせしました。すいません。先にじゃあ2名様、一番奥の席でどうぞ。3人で3名様、入り口のお席でどうぞ。はい、すいません。よろしくお願いします。あ、どうぞ。大丈夫ですよ。じゃあお客様、まあ、一番奥のお席で。奥の、はい。はい。俺よく行っていい？はい。うん。すいません。あ、そう。はい、お伝えします。餃子ないですね。ない。シューマイ。チャーシューマイって書いてあると思う。はい、あ、こっちもあります。え、これさ、俺の目が悪いの？俺の目が悪いの？チャーメン、ワッタン麺、チャーシュー麺、オールティーナ、ルーローハン、ショットだろ。あー、なるほどね。顔出ても大丈夫？大丈夫？著作権フリーなんで。ありがたいね、初出演。料理人、炎の料理人だからね。あのイタリアン、ほら、そう炎の料理人です。あと、ビール飲む前に水飲める人。いや、ちょっと潤さない。頭おかしいと思うけど。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。お疲れ様です。毎度お帰りからその公園に、福岡で竹は今も最高。竹は出ている。でも今日は出ている。どうぞ。ありがとうございます。そのままお召し上がりいただいても全然味しっかりしてるんで。はい、ありがとうございます。行ってみてください。あとそのまま。からしなし。長いんだよ。長い。尺使いすぎる。まあ。プロは言うことが違いますね。うまそうなタンメン。あんま味わったことないな。あ、そう。この中では。へえ。確かに煮干し使ってるって言ってたんで、うん、煮干しの旨味が。あ、そう。四角にって言えば、カレンっていう煮干しがあるんですけど、うん、ここは濃厚とか。あ、カレンさん。はい。ですけど、はい。スパイス効いてる。発酵って書いてあるもんね。発酵レモンサワーって書いてあるもんね。まあ、塩なのか砂糖なのか入れてちょっとこう発酵させてんの。発酵させて。
これさ、なんでこうアップすっとぼやけちゃうんだろうな。日本はイスラエルとその対応しつつ完食ね、最高、最高です、最高です。お待ちください、少々お待ちください。取るときに言われちゃう、一応ここに一緒じゃない。俺これは一応ここに一緒です。いろいろ考えた、うまい、みんな全員全部完食なんだ、うん、やばくない、うまいよね、うん、何の知識。ごちそうさまです、ありがとうございます。すいません、ね、ありがとうございました。会えてよかったよ。お前いい、お前いいんだよ、お前。今日オープンだっつうから。今看板だけ見ようと思って。